どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。三大商社に複数内定した田中くんに今日は来ていただきました。よろしくお願いします。はい、田中です。よろしくお願いします。こちらが田中くんのイエスです。あなたが大学入学以降チームで取り組み成果を上げた経験について教えてくださいっていう質問に対して、ウェブメディアの立ち上げのことを書いてると思うんですけど、割と結構深掘りされるんだなっていうふうに僕思いました。そうですね。取り組みを行うことになった背景とか目的であったりとか、その取り組みを行う際にチームやあなた個人が定めた目標を教えてくださいっていう、さらに深掘りまでされてるので、一つの出来事を結構深く話さなきゃいけないんだなっていうふうに思ったんですけど。そうですね。でこれを書く際に、なんか気をつけたことがあったりします。まずそもそもチームで頑張ったことは何ですかっていうふうに聞かれているので、まあリーダーだったりその一員でも何でもいいんですけど、そのチームをどう動かしたりとか自分はどうサポートしたのかっていうのをまず書くことが大事だと思ってます。で、自分は英語だったり海外旅行系のウェブサイトを立ち上げたんですけど、まあ最初は一人でやっていたんですが、やっていくうちにそれを読んでくれてた大学の友達とかが、あ、じゃあ自分なんか文章書くの得意だから提唱手伝うよとか、デザインが好きだからサムネイルの画像を作るよとかいっぱい言ってくれたりして、だから僕をリーダーとしてどんどん仲間が増えていったんですね。で、僕はそれに対して各々の適性を話していくうちに見極めて仕事を振ったりっていう風に、そのチームの中でまあどういう役回りをしたのかっていうのを明確に書くことを心がけてました。で、ここからがすごく大事なんですけど、この ES では取り組みの結果まで求められてるんですね。なので、何かしらの誰でも分かる結果を書く必要があります。ウェブメディアって一番何が分かりやすい指標かっていうと、アクセス数なんですね。なので、立ち上げ当初はどんなに頑張っても1日10アクセスくらいしかなかったんですけど、まあ最終的に年間100万アクセスくらいにまで到達したんですね。はい。なので、最初の立ち上げから2ヶ月は1日10アクセスくらいで大変だったんですが、みんなで仕事を分担して、記事を量産したり、あとは読んでくれてる方に連絡を取ってどういう記事が好きですかとかアンケートを取ったりして、みんなで改善を重ねた結果、月間10万アクセスまで伸びましたという風に、その課題に対してチームでどうアプローチをしてどう改善できたのかっていうのを客観的に分かる数字っていう指標を用いて説明をすることを意識しました。で、この数字ベースってやっぱり僕大事だと思う。で、例えば、まあ、とある商社の面接で2対2の面接があったんですね。で、僕はこういう風にウェブメディアの話をしていたんですけど、隣の男の子が ES でスターバックスの売り上げを上げるためにすごい頑張りましたっていう話をしてて、それについて面接官に突っ込まれてたんですね。面接官は売り上げを上げるってあったけど、実際に何パーセントくらい上がったのとか、1日あたり何倍売り上げたのとか、すごい具体的な突っ込みをしたんですよ。でもその彼は残念ながらそこまでの答えを用意してなくて、あ、何パーセント上がったかはちょっとわかんないですっていう風に全く答えられてなかったんですね。なのでやっぱりその具体的な数字を伝えてあげないと、それに詳しくない人は分かんないです。正直言うと商社ってやはりその体育会の人が多かったりとか、帰国子女の人が多かったりとか、今までの経験が結構面白い人が多いんですね。で、逆にそういう人って数字ベースで客観的に自分の成果を語る人って実は意外に少数だと思うんですよ。なので徹底的に数字で語ることで、あ、こいつは頭を使ってなんかやってきたことがあるんだなっていうのをアピールしようっていうふうに考えてました。イエス全体を通して気をつけたことっていうのは、多くを語りすぎないっていうのが大事だと思います。例えば自分は他にもサークルだったりインターンだったりとか何個か頑張ったことはあるんですけど、やっぱり自分が一番力を入れたのはウェブサイトの作成なので、あまり力を入れてないインターンだったりサークル活動だったり、そういうところをちょっとずつつまみ食いしようとすると、結局この人何ができるのっていうイエスになっちゃうんですよ。やっぱりそのそれよりかは、自分はこれが圧倒的自信がありますっていう風にアピールした方が、この人はこれが得意なんだっていう風に分かりやすいので、僕はそれが大事だという風に思います。これ商社に言えることなんですけど、商社って体育会の人が3割、帰国子女だったり留学経験者が3割、あとの4割があるんですけど、あとの2割が理系の大学院生だと正直僕は思ってて、で、僕はこの3つの属性に全く当てはまってないんですね。なのでその残りの2割を狙うって言った時に、やっぱりただサークル頑張ってましたとか、バイトを頑張ってましたって、まあ、ちょっと弱いんですよ。なので僕はそのあまりいないポジションで目立つためにはどうしたらいいのかっていうのを徹底的に研究して、ES だったり面接に臨んでました。ES でとにかく大事なのは、これどこの会社を受けるのでも一緒なんですけど、なぜ自分がその会社に向いているのか、そして自分がその会社に入ったらどういう活躍ができるのかっていうところを、もう簡潔に矛盾なく伝えることが大事なんですね。
なぜっていうところが大事っていうんですね。そうですね、総合商社っていろんな商売をやってるから、うん、正直理由って人によって全然違うんですよ。昔から車が好きでモビリティの仕事をしたいとか、自分は IT に興味があって最近流行りの DX とかを商社でやりたいとか、もう人によって全然理由ってバラバラなんですよ。だからそこで大事なのは、その自分の理由をいかに説得力を持たせるかっていうところが非常に大事だと僕は思ってます。その説得力を持たせるためにどういうところに気をつけたんですか？はい、自分はそのウェブサイトの運営をずっとやってまして、うん、そのウェブサイトの運営で学んだことがどう商社の仕事に活かせるのかっていうところを工夫しました。ウェブサイトを運営していたことってどこで商社に行けるのって思うじゃないですか、うん、でもそこでどうつなげるのっていうところで、僕はその意外性を持たせる、読んだ人があ確かにこれ生きるわっていうふうに思わせるような ES を心がけましたね。自分が運営するまあウェブサイトで英語の勉強法だったり、安く海外旅行に行ける方法っていうのを紹介していたんですけど、例えばそれって要するにその英語の勉強を頑張りたいとか、安く海外旅行行きたいっていうね、情報を求めてる人がいるわけですよ。で、彼らに向けて僕はこういう方法があるんだよっていう解決策を提示してるわけですね。実はその商社の仕事って、まあ、これあらゆる商売に共通してるんですけど、困っている人を助けるっていうのが仕事じゃないですか、はい、だから自分はその英語とか海外旅行に興味がある人に対して情報を届けるっていう、もう商売の根本をずっとやってきましたと、うん、でそこで学んだ知識は総合商社に行っても、まあ、どんな商売でも役立つので、自分は絶対に活躍できる自信がありますっていうふうに展開していきました。他に商社の ES において気をつけたことってありますか？商社の ES って必ずあなたはどこの部門を志望していますかっていうことを聞かれるんですね、まあ、もちろんそこで何か回答をするんですけど、やっぱりその自分が志望した部門をなぜ志望したかっていう理由付けはちゃんとあった方がいいです。自分は商社の中ではあまりメインではない IT 系のビジネスを第一志望にしたんですね、うん、でその理由としては、自分は実は理系で大学で人工知能系の研究をしていますと。プログラミングだったりここら辺には多少なりとも知識があるので、そういった知識を活かしたいですみたいなことを書きました。商社の仕事って金属をやっていたりとか、まあ、自動車をやっていたりとか IT をやっていたりとか、本当に幅広いんですけど、だから幅広いからといって自分はもうどこでも頑張りますとか、なんかどの部門でもいいですっていうのだと、やっぱり面接官側からすると、あ、なんか特にやりたいことないなら取らなくてもいいかなっていうふうに思われちゃう可能性があります。なので、まあ、そのどの部門でどういう仕事がしたいかっていうのは絶対理由を持っといた方がいいと思います。結局当社に入って自分一人が経験できる仕事ってそんなに多くないんですよ。いろいろやってるんですけど、それを全部働いて経験することはまずできないんですね。なのでそれを分かった上で、自分はこの部門で自分の今まで勉強したこととかを活かしたいですみたいなものがあった方が、やっぱり野党側からしたら、あ、じゃあこの子いいんじゃないっていうふうに考えてくれやすいので、僕はそれをお勧めしてます。これが ES 書く機会いっぱいあると思うので、参考にしていただけたらなっていうふうに思います。これが好評だったら ES 公開シリーズでどんどんやっていこうと思うので、よかったら高評価とチャンネル登録お願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。